いやいや、都市率入ってねえじゃないか、グリーンバックに。ちょっともっとぎゅうぎゅうになってパンパンに入れよ。あ、パンパンだと、あの、伸びるって。それ昔の、ね、あの、Google の人が言ってくれたやつ。ジャイアン選手権素晴らしいって言ってたやつだろ。グリーンバックが狭すぎて、あの子がね、ギュッてなってる絵は伸びるらしい。素晴らしいです、あれはって言われたけど。高岡さんが勝手にね、面白いもの作ってたんですよ。高岡さんが、うん、なんだろう、見魔女か、そろえば、はい、なんですか。んおおおおお、え、あー、アイキャッチ、これってアイキャッチ、え、へぇ、アイキャッチ、アイキャッチ、え、急に、どういうタイミング、え、急に新しいアイキャッチ、11年だったから、めっちゃ使ってるけど、6パターンあるから、うん、おぉ、かわいかったな、ね、おーい、あー、かわいい、あ、いいじゃん、かわいい、うん、え、いいじゃん、いいじゃん、いいでしょ、いいね、めっちゃいいじゃん、おぉ、なんだこれ、あ、ミニキャラだし、かわいい、なるほど、めっちゃいい、めっちゃいいよ、何これ、いいテイストですね、これ、うん、おー、あー、いけね、いいね、あー、おしゃれやね、おしゃれな、で、5個目が、うん、これ、おー、かわいい、かわいいね、あー、あー、ゲームっぽさ、はいはいはい、5個目、はい、ピッピー、おお、あ、これいいね、あ、いいよ、すごい、もう、え、あ、アクアリフトが全然使えるんですよ、ちょっと戻して戻して、編集技術がすごい、すごい、すごい、すげえ、あるのがそれだ、すごい、いつの間にこんな技術身につけたのか、すごい、教えてくださいよ、僕がやったわけじゃない、編集したじゃないの、僕が作りたいって言っただけなんで、マジンガー今使ってるやつはね、その、うん、高岡さんが作ったんだけど、あれは依頼したやつ、あれもあの作ってくださいって言っただけなんで、今使ってるアイキャッチは高岡さんが作ってくださいってやつと僕が作ってくださいってやつ、動画の外中選手権、そうそうそう、年虫じゃない、うん、いや、アルムシさんだけ、あ、そっか、年虫じゃない、オープニングだね、オープニングで、そうで、まああれって溝口さんの絵を使ってない、うん、そうだね、いやパターンなんだけど、今回はもうちゃんと溝口さんの許諾も得て、はい、ちゃんと我々のね、グッズで使われるような絵が使われてるアイキャッチ、らしさ全開じゃん、いや、いいですね、だんだんいろんなパターンが、あのアイキャッチ今使ってるやつもさ、なんだかんだだって6年以上使ってるのかな、信じられないんだよね、もうみんな慣れてきたけどね、うん、まあ、ここでそろそろ新しいのあってもいいんじゃないか、全然良いと思う、新しいよ、やったじゃん、新鮮、編集が楽しくなっちゃうわちなみに可愛かったっすか、可愛かった、めっちゃいい、めっちゃいい、誰がプロデュースしてくれたと思います、え、誰がプロデュースしたかっていうと、旧エンディング作ってくれた人にオファーかけて、視聴者さんでファンの方じゃん、あ、そうですそうです、もっともだって募集して昔送ってくれたっていうだけの人ですもんね、そうですそうです、その方もちゃんとプロだったらしいけど、ね、あ、実はもう本業でやってた、本業でやってた、あー、そうなんだ、活躍されてる、すげえ、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとなんか悔しくなったな、今、でも俺らこんなん作れないやん、いや、なんか新しいアイキャッチたまに作るのいいな、勝手にね、勝手に作ろうかな、やっちゃえよ、これで、てつさんなんか作ってたじゃん、おばあちゃんの家の会社で、どこかよんやゴーン、どこかよんや、あれどっかで入れてよ、あのデータあるから、あるかな、え、いいじゃん、嬉しいね、新鮮な気持ちでいきますね、ですよね、また、いつから使っていいんですか、これ、だからもう別にいつでもいいんじゃない、サブちゃん公開後とかがいいのか、本当どうなんだろう、いや、俺先にコちゃんで使いたい、逆にね、コちゃんで、コちゃん勝利を払ってもらいますよ、全員のコちゃんでこれだけ流す動画だけどうぞ、今回のアイキャッチができたらしいリーク先にね、コちゃんのエンディング変えてほしい、その人に作ってほしいわ、そういう人たちね、個人的にお願いするのもありだ、いけますね、今日いけますよ、確かにいけますよ、ボケたらエンディングとかエンディングずっと俺動画で作った電子レンジなんですよ、あれマジぞー、あれでいい、あれでいい、じゃあずっとあれから変えない、で、変えんならもうその、もう一回同じことやる、年取ってってる、としみつでやった、あ、分かった、分かりました、としみつアイキャッチあれもあるからね、洗濯機の中に東海オンエアって書いてる紙のやつ、なんだっけそれ、宿題やってくるのかどうかみたいな、あと俺がおばあちゃんって言った時の、はいはいはい、ね、としみ、しばゆのアイキャッチ、イエーイ、あれもあるからな、そういうのは得意なんだけどな、これどうしようね、前のやつもさ、どんぐらい使うかみたいな、まあでもそれぞれの好みでいいんじゃないですか、うん、一回使いたい時もあるし、今だったらこの方が
繋がりいいかなって時もあるよ、ね、秒数もあるしね、うんうん、あと今回のアイキャッチはね、ちょっとあの雰囲気出してるというか、そのこの動画で使いやすいなっていうのをだいぶ高岡さん意識してる、ね、確かにトランプとか食べ物とか、ね、食べ物系とか、うん、僕が意識したわけじゃなくて、本当僕作りたいって言っただけなんですよ。高岡さんの指示で、ドライブで全部指示で、高岡さんが全部こういう時に使うんでしょっていう、やばっ、まさにユニット統括、え、チェックもらっちゃっていいんですか、僕が。いや、やったやばい、そういう意味では使いやすくもあり、使いにくい時もあるかもしれないので、まあ今までの使いつつだ ね、 ね、用途が決まってきちゃうかもしれないからね、うん、今までのやつもどこでもいいから、とりあえず本当に東海オンエアって言葉だけだからね、あれはランダムでね、でも思ったんですけど、やっぱ定期的にクリエイティブ変えていきません？いや間違いない、本当に違いないね、だからエンディングとかもね、なんか定着しすぎちゃって、ね、そう変えたくなかったってなっちゃうからね、うんうん、あのエンディングも実は何年、もうめっちゃ経ってるよ、ね、3年以上使ってる、ね、3年ぐらいかな、やばいね、2年に1回ぐらいでいいね、エンディングとか、あ、いいと思います、うん、作り変えましょう、だからエンディング選手権始まりました、あ、またいいね、もういいよ、まあ、全員作ってこよう、これ全員作って結局またできれいすぞ、めちゃくちゃ言われるからね、で、一定期間荒れるんだから、あれ前回もみんな作ったっけ、作った作ったなんかやった気がするな、いや、セイパス作らなくなったら俺プレイヤーじゃなくなっちゃうよ、でもいいさ、今日だけ今日すぎてるって、今日のキーワード確かにプレイヤーだったけど、まだ伝わらないから、フィッシャーズやりたいだけやね、あいつら年々やってるから、フィッシャーズは1年に1回書いてあるんだもんね、はい、そうよ、フィッシャーズ1年に1回あの能力やってるんだから、ね、すごいわ、いや、いや業者に頼んどいてもらって、業者には頼みつつ、哲也さんは作っといてください、ね、どっちがいいかコンペ取ってえ、みんなやんないぞ、それは徹夜に入れるから、俺、今日できないよ、さん、ちょっとどうすんなよじゃあ、確かにこの機にエンディングもちょっと走らせますか、走ってもいいかもしれないですよね、確かに、だって今のエンディング、僕結構やっぱ好きなんですよね、それが落としちゃうね、いや、それ愛着湧きすぎて、やばい、確かに見すぎてるから前回もそのパターン、それでチャンネル登録解除やんみたいな人も現れちゃったからそれだけでね、音棒でね変化嫌う人多いからね、変化嫌う人もついてよ、変化に愛着湧かない、湧かないって言ったらあれだけど、慣れさせた方がいいね、固定しすぎないほどのところでやんないから、確かにね、これは別に報告しなくていいからね、わざわざしゃべちゃうまでもして、ね、確かにね、現状維持は衰退しかないですよ、よくて現状維持になっちゃうからね、やっぱね、じゃあ、いつ変えましょう、今でしょ何にやねん、じゃあ、じゃないですか、あのサブチャンネルのアイコンも変えた方がいいんじゃないですか、おぉ、サブチャンネルアイコンねまあ、絶対変えた方がいい、いやもう手遅れっていう話はね変えた方がいいのは確定してんだけどっていうところだよね、あれは難しいね、さすがにそれはちょっと秘訣かもしんないな、でもああ、吉田リアン今更変わってもなんだこのチャンネルが解除されちゃうからね、ひらぎの覚悟はどう、ひらぎの覚悟変えちゃったらもうおしまいだと思う、あれだけはおしまいか、編集ソフトを変えるって手もありますよ、あれもプレミアについてクラウドに入れてね、そう爆速するでしょ、プレミア難しいぞ、画面が大きくて、うん、ね、それ慣れるまでの期間があるからね、まあ、ファイナルカットとサブちゃんのアイコンはあのままでアイキャッチとエンディングは適度に変えてたからね、はい、エンディング集め始めちゃいましょう、集めるじゃない、また視聴者にはやるいや、またそんなさ、ダメダメ、前回みたいにその権利がどうのこうのとか大変だから、あ、1個目のエンディングそれだったんだけど、そうだそう、あ、前回は作ったんだっけ、作ってもらったから、ね、もう最初から作ったりとか、うん、作りプラス俺ら、うん、1回目がコンペじゃなかったら、そう、なんか俺ら、ほんと大したもん作れないもんね、実はね、ほんとに大したもん作れないんだよな、クリエイターとか名乗るの恥ずかしいんだよ本当に名ばかり走っちゃってさ、そうね、3月いっぱいで今のエンディング終わる、あー新シーズンのタイミングで、いい、4月からカウントダウンだね、3月に撮ろうよ、じゃあ嫌です、今のエンディングが好きなのいた、ここにうちうちにいた、うん、こんな言いなりばっかなってたらやっぱいけないんで、うん、いいね、でも 年度内作ってもうやっちゃいましょうよ、もうちょ、またなんか勝手に外注しておきます、うん、お願いします、うん、お金使うと思う、そういうことです、ね、そうないですなるほど、ピーッとあのトゥルルみたいなああいう終わりやすさがやっぱ大事、オチをつけるやすい、要望言わないでください、エンディングはちょっと大事だからね、ぶつ切りでもいけるような、そうですね、あのトゥルルがね、地味にちょっと頭ずらしてるんですよね、あれもなんかあの遊べたからよかったよね、待って待ってみたいなさ、まあまあそれはある、結構どんなのが来るかなんだろうね、楽しみだけど負けないようにしないよ、そういう勝負する、ね、お前関係ないだろ、なんでだよお前パクリじゃねえかよ
パクリオリジナルだよ。あれ再選ばれちゃったらどうすんだよ。かけてあれってさ、フィッシャーズがマサイが作ってるんだっけじゃない、多分マサイだっけ。多分そうだと思う。でマサイにもプレッシャー与えとこう。どういうこと。マサイにもかかってマサイのクオリティでいつ買うんだっけ。どんなフィッシャーズって定期的に定期的に変わってるんですけど、いつとかはなんか毎年1年で変わってますよ。電子多分洗剤とか取ってる時に多分いろんな素材取ってた記憶はあるんですけど、ちょっと今は分かんないです。じゃあもしかして今とその3月の段階ってエンディング変わってるんですか。いや、でも哲也さん、前日とかに哲也で毎回作ってるから関係ない。確かにこのグリーンバックの前で同居するって言いながら1時間ぐらいあー次だ、そう、哲也がマサイにもやっぱ期待しようかな。いや、僕マサイに外注しようかな。じゃあやばバシャーン。あれおいというわけでね、てめえらに報告する必要はないんですけど、一応あの、はい、びっくりさせちゃうかなと思ったんで、うんうん、お見せしました。はい、素敵でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。可愛いやつ。違うかもしれません。